ネス学科の小田龍我です。教育サービス業の総合職に内定をいただきました。ずっと目指していた会社だったのでとても嬉しかったです。面接練習もそうですが、一番は企業研究に力を入れていました。面接は笑顔で、笑顔が大切です。頑張ってください。